アウトビアンキ A112 アバルトとは、イタリアの自動車メーカーであったアウトビアンキが、かつて発売していた、ハッチバック A112 のグレードの一つである、A112 のスポーティーモデル。ペットネームに、アバルトとあるように、この車のチューニングは、アバルトが担当した。アバルトの名が、フィアットグループの市販車に、グレード名として与えられたのは、これが初めて。 A112 アバルトは特に日本で人気が高かった。搭載エンジンは時期オンオフでさらなるエンジンチューンにも耐えられるように設計されている。イタリア車のホットハッチの代表的なモデルである A112 アバルトには 982cc58PS と1974年に登場した 1050cc70PS の2種類のモデルが存在する。 70PS モデルは1979年に4度目のマイナーチェンジを実施した最後 MT を採用した。フィアットの移行により1973年頃まで国際ラリー及び WRC においてはすでにフィアット124やグループ参加に収めていたランチアでのグレーン4による戦いに集中していた関係上、先に OEM で 同格のセアト127での参戦は点在していたものの販売戦略的に小型車クラスである A112 でのラリー活動に興味を示しておらず A112 発表直後にアバルトがプロトタイプで 1000TC ラディアーレユニットでの 108PS 仕様を制作発表していたがこの時点ではフィアットはフィアット製のノーマルエンジンにツインチョークキャブ 装着による 58PS 仕様を量産車仕様としていた。そこで1974年に量産仕様に70馬力仕様が追加され、この車によるワンメイクラリーがヨーロッパ各国で開催される。中でもフランスでは特に盛んでクープアウトビアンキアバルトラリーがシリーズ戦として行われ、本国イタリアでも A112 アバルト 70HP トロフィーラリーをメーカーイベントとして開催していく。さらにこの頃にはラリーに熱心となったフィアットは、ラリー用にアバルトの専用チューンを施した97馬力仕様をグレーンに仕様として購入を得、イタリア国内ラリーを中心に参戦し始める。そこから2年後である1976年。次年は、 フィアットの持ち駒として131アバルトも控えており、他チームの別車種による分査にエントリーとして、地元中心に WRC ラリーモンテカルロに A112 アバルトを、フィアット側は5台、地元プライベータのシャルドネ側1台で、グレーン1エントリー。グレーン1のライバル車種としては、アルファロメオ 2000GTV や BMW2001。 当廃棄量のあるマシンの中、5大乾燥を皮切りに、ツールド・コルスではリタイアであったものの、グレーン2エントリーとした1977年、モンテカルロではそれまでのグレーン2で力をつけていた、シュコダ 130RS の2台に、勝敗は許したものの、3大グレーン2で3、4、5位乾燥を果たす。コルスでは、シャルドネチームが、 グレーン2エントリー都市、オペルチームのエンジン仕様の違いによる分散エントリーやプジョーにより混戦となっているものの、グループ2、総合15位に入っている。1978年は、ラックラリー一戦のみ英国での販売網の違いにより、グレーン1エントリーによるランチアチームに託された、モコの都市は、他社のグレーン1、2ラリーカーの若手であった。 選手陣も相当力をつけており、A112 によるフィアットの WRC グレーン1、2 3戦対象は、次年のモンテカルロから、フィアットリトモアバルトへとスイッチしていく。ありがとうございます。